みなさんこんばんはです。ということで今回は6月の海釣りです。本気の釣りをしました。本気の、まずはトリックさびきからです。本気のトリック、いいサイズ釣れそうなんだけどな。フグも混じってるかも。ほら、よし、ゲット。まずは小さいメジナです。気持ちいい。そこまで沈めてみた。風がちょいと吹いてて波も高いので重りが軽くてこう下に向けて落とすようにしてます。すごい群れだ。軽すぎるんだわ。久しぶりに投げてみます。キャスト、ほらほらほら、寝た寝た寝た。お母さん引く？いいよ、引いて引いて。浮きに反応があったので母に引かせます。あ、ついてる、ん？ついてる、間違えた。あ、ついてるついてる。いいよ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 。この城この城。ナイス、やったー。逃げた。いけるいける。こちら前編なんですけど、後編ではこの城がね、たくさん釣れるので見てください。いやー、大きな当たりだったから期待したんだけど、でっかいフグ。やっぱりフグだよね。フグがめっちゃいいんだよね。あ、やっぱりワクワクさんだったな。はい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 。そうですかそうですか。はい。お願いします。フグかもしれない。あ、大丈夫ね。フグでした。うわー、マジか。多分フグがかかるかも。黄色フグ。まずい、フグが来た。よーしょ。フグなんだけどね。すごいついてってすごいついてってる。まあフグなんですけどね。汗の練習。おお、すぐ来る。でかでか、見てこれね。え、でか、15センチぐらいある。友達うまいか。浮かせの練習。わあ、もうすごい、もうすごい楽しい。なんなら